まーす。すまない。食うのをやめてくれないか。すぐ代わりの食事を用意する。あ、なんだよ。どこが不満なんだ？すっごく美味しいよ。何もわかってないな。アンヤ麺は表面の柔らかさと芯の硬さの微妙なバランスが命なんだ。こんなふぬけた食感を潔しとしたら、数百年にわたって連綿と調理法を研究し続けてきた人々に失礼だろうが。ごちそうさま。インフェリアの味が懐かしいよ。セレスティアの料理、そんなにまずいか？まずくねえよ。うまいうまい。腹に入れば何でもうまいぜ。インフェリアにいた頃は、毎日変わらぬ食事にヘキヘキしていたものだが、いざ離れてみると、何でもない普通の食事が恋しくなるものだな。お前さ、単にホームシックなんじゃねえの？それはセレスティアの民謡か？はいな、リロラルー。おー、なんだ、気持ち悪い目で見るな。ヒールも丸くなったな。今までだったら絶対怒鳴ってるぜ。食事中に歌うなとか。メルディの歌の上手すぎるぜだな。断じて違う、うぬぼれんな。お勉強か？ああ、セレスティアで見聞きしたことをまとめておくんだ。いつか論文として仕上げたい。偉いな、偉いだな。夜に大声出すな。ヒールセレスティア好き、メルディとても嬉しい。誰が好きだなんて言った？いや、嫌いとも言ってないが。ああ、もう勉強の邪魔だ、さっさと寝ろ。レスティアにはすっごく早い乗り物があんだね。はいな。ショレ鉄道、早い早い。早ければいいというものではないだろう。乗客を安全に目的地まで運ぶことこそ、重視されるべきだ。怖かった？誰が怖いものか。僕はただ、交通機関の設計において、安全性の確保がいかに重要な要素であるかということを。怖かったんだな。怖くなんてない。将来の宿った石って綺麗なんだな。ほら見て、お星様みたいよ。星？そろそろ寝るね。おやすみ。あら、どうしたか？そう。インフェリアとセレスティアの環境は多くの点で異なっているが、遥か古代には同一の存在であったのではないかという仮説を裏付ける証拠もいくつか見出すことができる。例えばこの岩石だが、確かにこのマダラ状の岩石では、なぜ痛そうな顔してるか。痛いんじゃねえ、辛いんだ。メルディは奴の長話に退屈しねえのか？しないよ。キールが話が聞いてるとダメでなる。というわけなのだが、わかったか？え？あ、はいな！バッチリよ！わかってねえな、絶対。